声クワディ語族はアフリカ南部の声書語と消滅したクワディ語からなる語族である。両語の関係はトム・ギュルデマン、エドワード・エル・ダーキン、アンマリア・フェーンによって見出された。代名詞といくつかの基本的な語彙は声書語とクワディ語に共通するものとして再考された。クワディ語の証明が不十分なため、どの語彙が同根語で、どれが借用語であるかを判断するのは困難だが、 約50の語彙対応と一般的な動詞構文が特定されている。クワディ語に関するウエストファルのフィールドノートは文法上の類似点が追加で特定されることを期待し、2018年の時点でまだ分析されていた。ここで E は未定の前下母音であり、代名詞の基部は差のような時期示せ的名詞、またはコパーソンのような一般名詞であった。 三人称設備字は名詞にも使用され、さらに二重設備字だがついていた。クワディ語と声書語の両方に動詞構文があり、最初の従属動詞は、設備字 RA でマークされ、次の定型動詞は、マークされていない。声クワディ語族に最も禁煙な言語は、サンダーウェイ語である、可能性がある。ありがとうございます。